あと2分半ほどで2時になりますが、あのいつもの通りあのお願いで、携帯電話はあの電源オフにするか、マナーモードの設定をお願いします。じゃあもうしばらくくお待ちください。<laughs> それでは時間になりましたので、GPM 主衛星の運用状況及び取得画像に関する勉強会を始めたいと思います。まずは、あの、登壇者のご紹介です。向かって、皆様から向かって右側で、GPM DPR プロジェクトマネージャーの小島正宏です。地球観測研究センター、研究領域リーダーの沖里子です。それでは、アジェンダに従いまして、 進めていきたいと思います。まずは G D、GPM, DPR, プロジェクトマネージャーの小島から GPM 主衛生の運用状況についてご説明したいと思います。それでは、資料に基づいて簡単に、現在の運用状況と今後の予定等をご説明したいと思います。資料2ページをご覧ください。上の方にバーチャートで選評が書いてあります。 GPM 修衛星は2月28日に打ち上げられまして、約打ち上げ後2ヶ月が初期段階になっておりまして、この間で衛星の初期機能確認を実施しました。その後3年間が定常運用の段階。で、その3年間が過ぎますと、そのピンク色のところが後期利用段階という、まあ、こういうあの運用の定義になってございます。それで最初の2ヶ月の初期段階終わった後、 約4ヶ月をかけまして、初期構成検証を実施しております。でこちらの結果がまあ良好でございますと、今年の9月からデータの一般への提供を開始するという計画にしております。でまず、打ち上げ後の2ヶ月の DPR の初期チェックアウトにつきましては、DPR が打ち上げ前の機能性能を維持していることを確認いたしました。 それから GPM 主衛星のバス、それから GMI、これ NASA が開発したマイクロ波放射計でございますが、こちらにつきましても初期チェックアウト結果に問題はございません。で、現在は、まあ先ほど申しましたように、DPI の初期構成検証を実施しております。で、構成検証のための試験運用を織り混ぜながら、衛星そのものは降水の観測を継続的に行っています。 で、取得しましたデータにつきましては、現在試験的に気象庁さん、あるいは工房で選ばれた研究者に提供させていただきまして、データの評価をしていただいているところです。で、えー、本年の9月には、データの一般への提供、及び降水の常時観測を観測する予定でございます。なお、それまでの間でも豪雨等の時はできるだけ情報発信を行っていきたいというふうに考えてございます。 次のページ、3ページですが、あの、構成検証とはどういうことをやっているのかということなんですけれども、一言で言いますと、観測データが所定の精度と品質を有しているかどうかということを確認しています。で、DPR で、まあえー、アウトプットとして出てくるものには、レベル1プロダクトとレベル2プロダクトというものがあります。レベル1プロダクトというのはどちらかというと、センサーの出力、光学値的なセンサーの出力、 そのものですで。こちらの構成をまずやっています。で、これはあの DPR が送信し、雨から反射されて戻ってくる電波の強さ、電力の値を精度よく求めるための構成でございます。で具体的なやり方としては、つくば宇宙センターに試験装置を置きまして、この試験装置によって DPR から送信される電波の強さを正確に測定しましたり、あるいは、えー、地上の試験装置から DPR に向けて、 一定の強さの電波を送信して、DPR が受けるデータを確認するというふうなことをやっております。まあ、その様子は次のページに簡単にご紹介しておりますけれども、左側がまあそのポンチエなんですけれども、左下にまあ2つの箱が置いてありますが、こういうものを筑波宇宙センターに置いています。左側が KUPR 用の構成装置、右側が KAPR 用の構成装置なんですけれども、 ま、これらの構成装置によって DPR からの電波の強さを確認したり、この構成装置から DPR に向けて電波を発射して、え電波の受信レベルを確認したり、あるいは経由と経由のビームのズレの確認をしたりしています。右側にこの実験をしているときの、ま、あのデータの例が書いてあります。この実験をやるときはですね、え高い精度で構成のデータを得るために、 通常は、あの、250キロぐらいのその操作幅を持ってるんですけれども、この操作幅を3分の1ぐらいにしまして、その代わり非常に密なビームスキャンをやってですね、データを取ることによって、精度の高い構成をやろうとしております。元へ戻りまして3ページ。レベル2プロダクトの検証なんですけれども、こちらの方は DPR から求められる降水量の精度を地上の雨量計 あるいは地上のレーダーの測定と比較しましたり、あるいはトリムの交互レーダーの観測値と比較などをするして、検証をしております。またその検証結果によりまして、降水量を推定するアルゴリズムのチューニング等を実施しております。えっと、以上です。はい。えー、それでは、えー、引き続きまして、えー、地球観、えー、地球観測研究センター、えー、研究領域リーダーの沖から、 GPM 計画で取得した、バイオ前線の降水画像、降水画像について、ご説明したいと思います。はい。は、ね、じめに、あの、GPM 全体像の一応復習ということで、一枚説明したいと思いますが、GPM 主衛星にはレーダーが搭載されていて、あともう一つはマイクロ波放射系で、二つのセンサーがあります。 で、この主衛星は、全球降水量を高感度、高精度に観測するということを目的にしています。そして、あの、コンステレーション衛星群の方は、国際的に、あの、各国の、あの、すでに、まあ、保有している、マイクロ波放射器を搭載した、え極軌道衛星を使って、こちらで、降水観測の頻度を稼ぐと。で、こちらの主衛星のデータで、こちらの え、コンステレーション衛星群のデータを高精度化して、全体として、え、高精度で高頻度な全球的な降水データを衛星で売るということを目的にしているわけです。で、ちなみに、あの、トリムというこの GPM 主衛星の先代の、えー、このレーダーを 搭載した衛星の観測範囲が熱帯であったのに対して GPM 主衛星は北緯南緯65度の範囲で中緯度から高緯度にかけての地域を観測できます。次お願いします。二つのセンサーのその観測範囲が実際にどういう形になっているかという説明の図なんですけれども、えー マイクロ波放射系の方が、観測範囲が広くて、操作幅が 890km ですね。それで、えーまあ、コニカルスキャンで、まあ、広範囲に観測できます。で、二、えー、周波レーダーの方は、二、えー、周波は一つが経由体レーダーで、一つが経営体レーダーです。で、そのトリムと同じ方が経由体と言っている方で、今回新しく付け加わったのが経営体で、こちらがその弱い 雨もしくはその体降水を観測するための機能をこちらに主に持たせるという意味で追加されているわけです。で、これらのレーダーの観測範囲はマイクロ波放射系に比べると狭くて、その中心付近の250キロ弱ぐらいの範囲を詳細に観測します。で、KA の方は125キロなんですけども、このレーダーはあの、濃度型のセンサーで、 降水分布の延直方向の分布を観測することができるという特徴があります。まあ、昼替えって言えば、こちらのマイクロ波放射系は積算量になります。はい。で、で、早速観測された画像ですけども、梅雨前線の様子ということで、こちらは6月17日の20時頃の、えー、DPR による観測です。で、こちら、あの、こちらに渦、渦状の、えー、雲が見えますけれども、 これあの、ひまわりの雲を重ねているんですけど、でこちらは台風7号で、一度その台風から、えー、台風でなくなったんですけど、温帯的圧になって、また復活したという台風7号です。で、これ、ここ日本列島が、これがだから、えー、北海道を、で、まあ、でこの九州の、えー、上空を、上空、九州を観測しています。で、天気図はこのようにこの時になっていまして、あの、まあ、前線が、 南の海上にあって、台風がここにあるという状況です。で、次お願いします。で、この時の、あの、DPR の立体的な降雨の分布を観測した、えー、画像だと、こちらになっていまして、で、この時、九州南部で強い雨が観測されていました。あの、高さがわかるという意味では、雨の分布が10キロぐらいまであって、 それで、えっ、ー、と、強い雨の範囲も5キロぐらいまで伸びているというようなことが、あの、立体構造を含めてわかります。えっと、これ矢印の向きが、こう、この矢印とこの矢印が合っているので、えっ、ー、と、九州をこちらの、えっ、ー、と、西側から見たという絵になっているわけです。次をお願いします。これまた次の、あの、日付は若干遡りますけども、6月14日の11時ぐらいに、えー、沖縄、 の降水イベントを捉えた例で、まあ、梅雨前線に対して、まあ、沖縄のあたりを観測したんですけれども、沖縄での雨は、先ほどの九州よりさらに、えー、雨の立体的には、あの、こちらの弱い雨でも14キロぐらいまで、そして、えっ、ー、と、強い雨でも、まあ、10キロ近くまでです。あの、非常にその、雨の高さが高いという特徴があります。次お願いします。 それで、えっと、今回、あの、この図は、えー、まあ、解析的に、えー、書いているんですけども、この、そうですねあ、青いところから説明しますが、青いのは、この二周波レーダーの、えー、KAPR 最小検出エコー強度ということで、その高感度の機能を持っているものを書いたと思ってください。で、えー、っと、グリーンがその KUPR の最小検出エコー強度になります。 この参考になるように分かりやすく書いたのが、これがトリムの PR の最小検出エコー強度になります。で、それより強いところはですね、えー、中程度強いエコーということで、えー、強い雨のあるところ、赤いあの色で示しているんですけれども、これ何が言いたいかというと、トリムでは黄色の範囲までしか見えていなかったものが、今回の DPR では、その二周波共にですけど、えーと 同じ周波数帯の KUPR もグリーンで、それからさらに付け加わった k p r の最小検出エコー強度だと、この青い範囲まで見えています。すなわち、その上空の弱い雨を捉えているとか、もしくはその上空でなくてもですね、その上空でと上との間にもその弱い雨が分布している様子が捉えられて、 だいぶその観測できる雨の範囲が広がったということがわか、お分かりいただけると思います。で、この弱い雨がわかるということが、まあどうして嬉しいのかという、あのお話なんですけれども、一つはですね、高感度、あの気象予測での利用ということで、えー、上空の降水がわかるということは、すなわちその上空に雨、雲でなくて雨が存在しているということは、そこで、その雨が生成するときに、 大気に鮮熱が放出されているので、大気の加熱がそこで起こっているということがわかるわけです。で、そういう情報というのが、結果的には気象モデルにおける降水予測のその精度向上に、まあ、気象モデルのリファレンスという形になって、つながっていくという意味があります。で、あと、もう一つ、その二周波情報というのがあると、適流形分布がわかるという意味で、そういう意味では気象モデルでは、 その雨滴の流形の分布というものは、あの、扱っていますので、えー、観測で実際どのような、まあ雨滴流形分布になっているかということが、まあ、やはりリファレンスとしてわかると、まあ、モデルの改良につながっていくという、そういうシナリオです。で、まあ、もう一つですね、弱い雨という、 もう一つというか、温暖化予測でのその利用という意味合いをここに書いてますけれども、えっと、現在ですね、全球大気熱収支、まあ、いわばその地球上にその太陽から、えー、短波放射が入って、で、まあ地球から長波放射が出ていくと、でその大気や、まあ、 それから地表面やそういうところでその熱のバランスがどうなっているかというのは、まあ、気候のモデルというか気候のモデリングでは非常にベーシックな情報です。で、ところがその観測と合わせてみると、どうも、えー、降水生成に伴うその鮮熱加熱の量が観測から求めたものよりはもう少し多いはずではないかという指摘がされています。で、 えー、これは一つの、まあ、その仮説として言われていることですけれども、あの、今まで考えられている以上に、実は雨、特に弱い雨が、えー、観測されていないために、その分の洗熱加熱がどうも今までの推定では不足しているのではないか、という、まあ、仮説があって、でそうすると、そのような、えー ま、その、節の検証に、この全球的な DPR のデータが使われれば、弱い雨の、その、寄与している分というものが、今までと違ってどれだけ、さっきの青いところですね、青いところがどれぐらい、あの、量として寄与しているかということが算定されていけば、それはその、全球大気の熱収支のデータ、 をえより正しくするということにつながって、で、それはまあ、しいては最後は温暖化予測などに使われる気候モデルの、ま、やはりリファレンスになって改良につながっていくということを期待しています。で、えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、こちらがですね、まあ、そもそもですね、という話なんですけども、その、弱い雨が測れると、じゃあ、なんで嬉しいのかというのが、その、もう一つ振り返ると、えー、ま、つまり、あの、皆さん、強い雨の方が、 あの、豪雨災害などにつながるということがあって、まあ、関心のある場合が多いんですけれども、高緯度地域ではそもそも総降水量の多くが降雪や弱い雨によってもたらされています。で、あの、高緯度は観測点が少なくて、広範囲の降水の測定が、ま、未だに難しい地域なので、高緯度での総降水量といった基本的なデータが得られるということの意義があります。で、えー こちらはですね、そのり、あとにかく GPM を打ち上げる以前にまあ関連する様々な分野のまあ研究的な期待ということで挙げられているものとしては、その地球環境の基礎データとしての今の高位度観測、高位度も含めた降水データですね、先ほどの水エネルギー収支につながっていくような、まあそういう ことです、ね。それからその全球の温暖化振興度の広域モニタリングということも関心事で、緯度40度から65度は温暖化に伴って降水タイプの変化が大きいと言われている領域で、それらの地域において、降水そのものの、まあ、ま、大気の、まあ、延直構造、ま、あ降水システムの延直構造の変化や線熱分布の変化というものをモニタリングすることの重要性で。で、あと、まあ、 中緯度・高緯度で水資源量の把握という意味で、まあ、特に春の雪解け水が濃厚のための水資源として重要という観点から考えると、その中高緯度域の降雪量というものが、そういうま実用的な水資源の予測という観点でもま役に立つ意味で、えあのまあ、そもそも弱い雨、よもしくはあの雪というものを測ることに意味があるわけです。でこう で、それから、えっ、ー、と、こちらは、同じ、えー、まあ、あの、今期の、えー、まあ、梅雨の、というかですね、6月11日の8時ぐらいに北海道北西部で、えー、こちらは確か、えーまあ、非常に北海道にしては大雨で、6月11日から13日にかけて列車の運休というような形で、まあ、様々な被害があったというふうに報道されているわけですけれども、こちらは、その、今までのトリムでは観測できない、えー、井戸の範囲で、 えっと、新しくその DPR で、まあ、こういう緯度の高い地域についても、降水システムが、こう、観測されていくということで、データが蓄積されていきます。で、これ、あの、一つ取ってみてもわかるように、先ほどの沖縄や九州と違って、降水のシステムとしては、その背の高さとしては背の、背が低いというようなことがわかります。次お願いします。えー、っと、もう一つのですね、本日の二つ目のトピック、 なんですけれども、えっと、dpr の観測だけではなくて dpr の観測はあの非常に高精度なんですけれども、もう一つその雨を測るという意味では、あの高頻度に測りたいという方の話がありまして、でこちらがそのさっきの副衛星群を使った、その 衛星のデータをたくさん集めて、で、それを、まあ、いわば合成するようにして作っている、全球降水分布、あの、世界の雨分布速報という形で、こちらの、その、えっ、ー、と、JAXA のホームページから、あの、データを、まあ、今でも入手できるんですけれども、こちらはですね、 GS マップと呼んでいるプロダクトで GPM のために、まあ、そもそもアルゴリズムを開発してきました。GPM が上がる前からプロトタイプ版として2007年から運用しているものです。で、あの準リアルタイムのデータを利用してで、準リアルタイムの意味は観測後、で4時間以内に、4時間以内とか3時間以内の分のデータを集めて処理をして結果的に4時間遅れで 複数衛星を利用したこういう全球的なマップを提供しています。で、解像度は緯度経度0.1度の格子で、1時間ごとのプロダクトになります。だから、あの、1時間ごとに更新されていく形です。で、これを2014年9月に GPM 標準プロダクトに切り替えます。で、その切り替えるという、まあ、意味ではあるんですけども、アルゴリズムの構成として、マイクロ波のイメージャーやサウンダー、 のデータに対して、マイクロ波放射系のアルゴリズムを、まあ、これはつまり同じアルゴリズムを適用するわけです。で、レーダーはどのように使われているかというと、このマイクロ波放射系アルゴリズムの、その、えー、こちらの、こちらでのデータベースとして使われています。で、まあ、これらを適用して、降水を推定したものが合成されて、一つのこう、一面の、まあ、雨の、 データになるんですけれども、まあ、それだけでは終わらなくて、えー、静止衛星の、その、雲画像を使って、え、あの、そちらの静止衛星の方はですね、時間、感覚、観測の時間間隔は、まあ、頻度よくあるわけです。で、それに対して、こちらのマイクロ波の方が、まあ、少ないと。で、その、時間的な、あの、感激を埋めるために、 この雲移動ベクトルという雲が移動することで、その降水システムの移動をこちらの静止衛星から出しておいて、こちらのその植木を移動させるという形で間をつなぐことによって、 あの、ま、これからお見せするような、1時間ごとで非常にこう切れ目なく続いていくような、動画という形で見てもご覧いただけると思うんですけども、香水プロダクトができています。で、えっ、ー、と、あともう一つですね、最近は、雨量計補正版というようなものなども、ま、改良的に作るなどして、GPM 時代に合わせて改良をまあ日々続けているものです。で、えっ、ー、と、次お願いします。 例えばなんですが、GPM 時代における GS マップの精度向上ということで、まあ、一つ、非常にシンプルな話としては、GPM が加わった分によるマイクロ波放射系の観測数の増加があります。で、その、やはり利用可能なマイクロ波放射系の数が、まあ、多ければ多いほどですね、えっと、そういう意味ではあの、えー、観測データが増えるほど、えー、その間をこう推定で、 つないでいるということよりは精度が増すわけですね。で、もうその一つの例は、これあの、現在の、これほ、ちょっと暗いですけど、ここ北海道で、ここが、えー、ま、本州なんですけど、これま、同じ地域を示しています。で、この間のですね、これだからその北海道あたりのこのウィキを見ていただくと、現在のその GPM を入れていない GS マップですと、ウィキが、その前の時間、観測時間、 から推定されて、まあ、このように推定されてるんですけども、実際、えー、数として、ここに GPM が、観測が間の時間にうまく一個、ちゃんと直前に加わってくれまして、でそうすると、えー、詳細にわかって、えー、現在の改良された方の GS マップだと、その、単にその、外装してきたというよりは、えー、と非常にはっきりしたウィキになっているということで、このように改良が、改良されていくわけです。 で、まあ、もう一つの改良点は、その、えっ、ー、とですね。対応非同期の、あ、えっ、ー、と、次に出てくるのかなごめんなさい。次、あ、そうですね。あの、GS マップにおける将来的な DPR の活用ということで、先ほどのその延直情報を含めた、その DPR の情報が、 生きてくるというのが、今までトリムの PR のデータベースですと、緯度で、その、まあ、非常に低緯度域に限られていたんですが、GPM 時代ということでは、DPR の情報が北緯、南緯、65度に広げられるので、そうすると、あの、交互プロファイルのデータベースが使えるようになれば、精度が向上することが期待されています。で、こちらの方は、DPR のデータが、 少なくとも1年分ですね、その世界の各地の、そのいろいろな季節によって異なる降水システムをまあ一通り観測し終わるという意味で、1年分ぐらいのデータの蓄積が必要なので、今現在まだ1年分溜まってませんが、今後、今後の期待ということになります。で、次お願いします。で、こちらはですね、先ほどあの単発でお見せした、 バイオ前線の動きを GS マップという形で、こちらに赤くそのうっすらと書いてあるのが、それぞれの副衛星群で、降水を推定していったという図になります。でに、日本がここにあって、これからクローズアップ入りますけど、バイオ前線という意味では、6月1日からですね、まあ、13日ぐらいまで、これ左に日付がありますけれども、 はじめ、あの、九州の方で梅雨入りをしまして、九州の方で確か大雨があったと思います。で、次にですね、あの、このあたりで、えー、関東で大雨がその3日間ぐらい降り続いて、えー、1ヶ月分超えたとかいうような時期があったはずですね。で、次にその北海道の大雨というのが、えー、10さっきは11日ですかね。だいぶまだ先ですが。 このくらいかなで、この、そうですね、北海道で大雨が降っていて、というような様子が、バ梅雨前線という形で、その、全球的な、まあ、DPR の先ほどの観測だけですと、まあ、どうしてもその観測範囲が狭いんですけれども、えっと、マップという形で見ていただくと、その、国国と雲のみならず、海域がどういうふうになっているかということが、あの、お分かりいただけるかと。 で、GPM データの利用に向けた準備ということで、GPM 主衛星の取得データは、現業での利用促進のために、4月から気象庁や各国気象機関に対しては提供を開始しています。GS マップデータは、7月から土木研究所や国際建設技術協会など、洪水の、その洪水予測に役立てるというコミュニティ、現業的な使い方をするんですけど、に提供開始予定しています。で、それから、7月に、 JAXA URC の対応速報ページでは、その画像を追加して一般利用者にも提供予定です。で、その先ほどの、えー、小島プロマネから、あの、こちらも紹介あったと思うんですけども、えー、今現在制度評価中です。なので、えー、データとしての、本当の数値としてのですね、データとしての提供は2014年の9月からを予定していまして、こちら一般への提供になります。 で、DPR のデータおよび GS マップデータの提供を開始予定です。で、あと最後に、これはちょっとあの、エクストラ的に、4月9日の、えー、サイクロン、これアイタというらしいんですが、こちらに大きな、オーストラリアの近くに大きな雲域がありまして、で、これはあの、マイクロ波放射系で観測した様子、 台風の目がわかるような状態で、こちらを2周波レーダー DPR で3次元観測したものがありまして、でこちらのその延直構造、あの、高さ15キロ以上まで、台風のまあ目と言っているようなところから、その周り、えー まあ、螺旋状にというかですね、えっ、ー、と、雲域があって、その、浮きがある、なしなど、細かい構造がよく見えていて、で、延直断面を、まあ、あの、はじからはじまで、今、今行って帰ってきたんですけれども、立体的な、えー、降水の分布が取れていまして、で、これはですね、その、今後、あの、今度は今、梅雨ですけれども、えー、これから、 今度は9月になっていくと、台風シーズンに日本もなるわけなので、まあ、台風データのイメージをまあ持っていただくためにまあお見せしたんですけれども、こういうデータを蓄積していって役立てると、そういう予定になっています。はい、終わりです。はい、えー。それでは続きまして、あの質疑応答に入りたいと思います。えー、ご質問がある方は、あの手を挙げて、所属と,とお名前を言ってから、 あの、質問をお願いします。それでは質問ある方、すみません、の NHK の小暮です。えっと、あの、動画のところで確認したいんですけど、その前のあの、日本の上空付近とか捉えてた動画があると思うんですけど、結局この動画は、その今回のその GPM 主衛星以外に、いくつの衛星のデータを重ね合わせて作った動画ってことが言えるんでしょうか で、GPM 入れて13機い。入れて12機。すべてのいずれのデー、えー、衛星のデータを使ってるってことでよろしいんですかはい。はい。ひまわりとかは <laughs> あ、ひまわりは入れてないですね。そういう意味では。はい。それとは13になる。そうするとひまわりだけじゃなくて他の正式小衛星も入れてるので。あ、わかりました。 オーストラリアの,そのサ,イサイクロンでしたっけの様子というのも、はい、これは、えー、とど、どの衛星を使っているんですかえっと、これ最初の、最後は同じに行くはずですけど、その、これは GPM の主衛星で出してる部分ですね。このひ一つの衛星でも、あの、非常に台風の ま、真ん中を含めていい位置を捉えたということで、これはあの、主衛星の2つのセンサーで捉えたという絵になっていて、この動画の割り方として最後は、あれマップになってますよね。ここは、はい、主衛星ですね。はい。はい。そうですね。はい。 静止画というか、あのー、九州とか沖縄、北海道の三つの、あのー、まあ、静止画があったと思うんですけど、それは今回の GPM、GPM 主衛星だけのデータということでよろしいんですかはい。あのー、その後ろの、白いのは雲ですけど、あ、その、それは除いて GPM 主衛星、うん、はい。はい。わかりました。あ、だそうです。あ、聞こえました 15機の衛星のデータということでよろしいですかこれは GPM 入れてですか,あかりましたはい、他にご質問ありますか ええと、日経新聞のかなと言いますけど、あのー、説明の途中でですね、っっえっ、ー、と、走行水量の多くが弱やめとという説明があったんですけど、多くってのはどのぐらい、で、どのぐらいの割合からこう意味を持ってくるっていうか、その辺はありますでしょうか ここに特に資料を持ってこなかったんですけれども、えっと、どうしようかな。あの、カナダだとか、カナダだとかヨーロッパだとかですね、中高緯度、高緯度ですね。例えば、年間雨量で、まあ、100ミリとか、まあ、300ミリ内容なところですけれども、えー、っと、それで細かいちょっと地点まで全部持ってきてないんですけれども、えー、っと、1ミリ以下の雨だけで5割ぐらい。 例えばカナダの、ちゃんと後でこれも地点のデータがあるので、それをお知らせした方がいいんですけれども、えー、という場所もあれば、1ミリ以下の雨で、ほとんどの雨が占められているという地域もあります。で、多分それは、えっ、ー、と、地点名をチェックしてないんですけど、えっ、ー、と、それは今度は総降水量が少ない地域だ、地域だと思うんですが、えっ、ー、と、そういうところになると、7割、100%1 ミリ以下の降水量で、 成り立ってる地域もあるし、で、まあ、比較的我々が、あの、なんか、さっきの100ミリとか300ミリっていうようなところだと、えっ、ー、と、5割ぐらい。というような。ちょっとあの、今ここで、後で地図をお見せします。地図とデータがあるので。それの意味、それの意味っていうか、その、はい、あの、熱量に与える影響で言うとどうなんでしょうか。はいその あの、弱い雨のなんか、熱、熱も考えないといけないから、っていうなんか説明がありました、ね。そうですね。えっと、そういう意味で言うと、あの、水の量は熱量にまあ比例すると考えていいと思うんですね。で、そうすると、ちょっとそこですけど、中高緯度で、その熱帯ほどは降ってないという意味で考えると、熱量というよりは本当は多分水資源の方が重要だと思うんですけど、つまり、あ熱量という意味で言うと、 おそらく、その地球の大気の循環だとか、海洋の循環だとか、そういうことを考えたときは、熱帯の方が確かに圧倒的に熱量としては多いと思うんですね。入ってきた熱量が多くて、そこでの対流が中高移度へ、あの、熱が中高移度側へ運ばれるという意味ではそうだと思うんですが、そのローカルな意味付けという意味では、えっ、ー、と、それなりに、えー、あって、 という説明になると思います。ローカルにはその、その1000ミリも2000ミリも降る場所じゃないので、300ミリとかいうような場所での、その、線熱の放出とか、そういうものは、そこの地域においては、えっ、ー、と、それなりの大気の循環を生んでいると。<laughs> ちょっとすいません。あ、はい。えっと、えっ、ー、と、ローカルでは、その何、何天気に与える影響が大きいという、そういうことですかそうですね。はい。はい。はい。日本経済新聞の安藤ですが、あの、すみません。ちょっと今のこと途中まであの、一緒になったんですけど、あの、そうすると温暖化予測に、 あの、温暖化予測をするときの全球レベルの収支を考えるときの全熱には、えっ、ー、と、あんまり、なんていうか、その計算にはあんまり、えっ、ー、と、今回の観測結果ってのは、あの、影響しないというか、そういうことですか。あロ、ローカルの話ですよね。いえ<や>、えっ、ー、と、そうじゃなくて、すみません、私も説明が悪かったかもしれないんですけど、さっきお見せした、その、今回初めて見えましたという雨は、あれは、 熱帯でもそうなんですね。そういう意味では。だから、その、あの、で、さっきあの、ミッシングソースとして疑われているって言ったのは、あれは全球での収支の話なので、えっと、ローカルにどこの地域が効いてるからという資料にはまあなってないんですけど、で、そういう意味では熱帯においてもそうだし、中高緯度でも弱い雨というのがあるという意味では、 えっと、大気に出てる量という意味では、重みとしては、まあ、あ、じゃあ出してください。すいません。<laughs> 今これ出してもらうのは、その熱量としてというよりは、雨の割合がどのくらいかという話なんですけど、これあの、えっ、ー、とですね。これあの、ある論文の資料ですけど、1ミリより弱い雨によってもたらされる雨の量の割合です。で、赤いところが5割から、 まあ、100%なので、えっ、ー、と、北米の、まあ、いわば寒冷域というようなところでは、えー、5割以上が1ミリより弱い雨になっている。というのがこちらの絵で、でこちらが、えっ、ー、と、0.5ミリより、さらに弱い雨ですね。にもたらされる割合が、で、色付けが、ここ、やはり暖色系のところが5割。 を超えている地域になります。で、この1ミリと0.5ミリというところにですね、トリムの PR だと、えっとまあ、トリムの PR、こういう高位度には飛んでなかったわけですけど、えー、トリム PR の最小検出感度は0.7ミリです。で、えー、DPR だと、まあ、およそ0.2ミリです。で、こちらが、えー、0.2ミリより弱い雨によってもたらされる雨の量の割合で、 ここだけはですね、ちょっとこちらとカラーバーが変えて書いてあるんですけど、えっとですね、カラーバーが、えっと、ひ,ひどく違っていて、20%、あ5%から20%が赤になってますけど、まあ、何が言いたいかというと、その弱い雨というのは、その我々の住んでいるような日本ではあまり思わないけれども、北米大陸なんかだと量は、だからヨーロッパもおそらくそうですが、えっと、量として、 ですね。頻度じゃなくて量ですね。量としても多いということです。で弱い雨によってもたらせれる雨のは60%を余る地域が米国中央部で広がっている。日本付近はそうすると熱帯の影響もあるのであんまり比率はもうはるかに低い,い、はい、そうですね。はい。あ、北半球って北海道なんかは違うと思います。 えっと、なんで、その熱帯の熱も、あの、十分に把握できてない、線熱も把握できない部分があったので、それもきちっと、今回ので捉えれば、温暖計測モデルの、その、改善に、はい、なるし、はい。それから、その、中高緯度の分の弱い降水による部分の全球熱収支の計算もあっていくだろうという、そういう話。えっと、あとあの、さっきの,あの、降水の立体分布、 の、あの、図が何枚か出てきたんですけど、えっと、これ、例えば、あの、上空1万メートルぐらいまでずっと強い降水がある部分っていうのは、その、えっと、雲動い、動いてますけど、結その、えっと、これは雲が発達していることを示してて、そういう雲は強い雨をもたらすので、えっと、その、なんていうか、立体的にこう、伸びてる雲が近づいてくるところは危ないっていう、そういう意味で局地予報には役に立つという、そういう意味合い。 あるんでしょうかえっとですね。これは、この青く塗ってあるところも、これは本当に降水が観測されているところで、雲ではないという意味があるわけですね。で、えっ、ー、と、今まだデータの蓄積をそれこそ待っているところですけれども、その上空のこういう、その高いところからも含めて、これから期待しているのは二周波の情報を使って、 こうす、どんな降水粒子が、ま、どういうふうに分布しているのか。で、どんなっていうのは、ま、あの、固体粒子か、ま、あとは、こう、ま、液体になって、液槽かどうかも含めて、それからその、そうですね。ま、そういうことがわかると、最近その気象モデルでは、え、降水粒子の情報を、ま、ま、エクスプリシットにというか、使ってモデルを っててて予測して走らせているので、えー、と今はそのある程度かなり過程を置いてモデルを作っているはずなのでそこに現実的な観測データが入っていくと多分その、まあ、非常にあれですねそのいろいろなケースが多分 GPM だと世界中のいろいろな降水システムを捉えるので、えー 例えば、非常に背が高いケースだとか、まあ、逆もあって、弱いのに、あ弱いって低いのに非常に強い雨が降ってるケースだとか、多分いろいろなシステムを捉えることになると思うんですけど、でそういうシステムを、その、モデルがどれだけうまく今度は再現できるか。ということを通じて、えっ、ー、と、降水の、その、システムの予測が良くなるという。 そういう流れを考えているわけです。刻々と変わるこの図を見ながら、えっ、ー、と、短時間の予想にこれが、そのものが使うということではなくて、ね、そういうモデルの解善を通して。で、はい、なんかあの、これ、この衛星なので、こうやって、これが連続してればそうなるんですけど、連続してないので、えー、そういう間接的な利用になると思います。あの、ここの降水っていうのはこれ雨粒の数を、えっ、ー、と、降水に換算しているっていう意味ですよ。 その薄い青っていうのは、えっと、上の方でそれだけ降ってる、それだけの香水に相当する雨粒のかまあ、まあ、数があるっていう。まあ、雨粒の数っていうか、その、さっきの話で雨粒の大きさもあるので、えっと、数だけじゃなくて、まあ、そういう意味では、その両方に関係した量を、あの、香水強度という形に換算して、書いてると。薄い青のところが一万、あの、10キロのところにあるとしたら、はい、その10キロのところではすでに、 えっと、雨が降ることに相当するぐらいの、その、水がある。あ、というか、もうそういう意味ではですね、く、雲ではなくて、えっ、ー、と、雨になっているという。その中で水滴になっている。はい、はいあ。北海道の絵もありましたけど、北海道の中で、これはこの状態でパッと、ここの部分に氷があって、ここの部分が雪があるっていう図っていうのは、えっ、ー、と、今はないんです。えっとですね、これじゃなくて、北海道じゃなくてよかったら、あの、沖縄の、 その横に、これ、これですよね。これの方が実は、これ立体だとちょっとわかんない。これ、これがいいかなと思うんですけども、えっと、ここ、あのー、多分こ、ここにこう見えてるのが、ブライトバンドと言っているもので、その誘拐層で、その、誘拐層っていうのは、あの、固体降水に、その、えー、っと、液、 体が混ざっているような状況で一番レーダー反射因子としては強く出るとこなんですけど、普通考えると、これより上空は固体、降水で、で下が液体だというふうに、まあ、気象学のまあ普通教、教科書でもティピカルにそういうふうに言っている形にこれなってると思うんですけれども、一応、これは形でそういうふうにわかります。で、それから、 えっと、初画像の時に、実は初画像を見せした時にですね、この、まあ、レーダー反射因子で見た時に、その、このブライトバンド用のものがこう設置してってる様子が、これちょっと違いますけど、設置してだんだん低くなっている様子が実は見えた画像というのがあって、で、それはですね、おそらくあの、我々も多分、あの、東京なんかだとそうだと思うんですけど、雪、みぞれ混じりみたいなものがこう降ってきたりしたような状態。で、それはだから、まあ、いわば、 そういう雪や固体降水ということで、そういうのは、あの、このシステムの形状から今は分かります。で、えっ、ー、と、まだ、その、その、さっきからそのデータの蓄積が待たれるところと言ってるんですけども、まあ、二周波の情報をうまく使いこなせるようになってくると、えっ、ー、と、形状だけじゃない形で、粒子の情報がもっと出せるようになるんではないかと。ちょっと研究マターなんですけども、そういうことをこれからやっていきたいと。 はい。他にご質問ありますかはい。フリーランスの秋山です。よろしくお願いします。えー、っとですね、最後のところで2010年7月から台風速報ページで画像追加というご説明があったかと思うんですけれども、こちらのその、えー、画像の追加、 あの、ちょっと曖昧な聞き方で申し訳ないんですが、その、一つの台風にどのぐらいの画像、数とかですね、が出てくるのかということと、画像というのはあの静止画という意味でしょうかえっと、そうですね。はい、今のやつ、見本かなんかがもし出せると、分かっていただけると思うんですけども、まあ、実はトリムの時にやっているようなのを GPM でも続けていこうと思ってるんですけども、その、台風がこうずっと移動していく時に、まあ、たまたまというかこっちも、 いろいろな形で、えっ、ー、と、衛星が飛んできて、で、えっ、ー、と、観測したらすべて、それあの、真ん中をドンピシャで捉えている場合もありますし、端の方だったりする場合も、まあもちろんあるんですけども、これが、このニョロニョロニョロっとなっているのが、えっ、ー、と、これが台風の、えっ、ー、と、 台風の軌道っていうか台風の軌跡ですね。これはあの別のところからデータを持ってくるわけです。で、その位置の情報が分かっていて、それに対して衛星が飛んでくると、重なってない時も、はノーデータになるんですけども、まあ、うまく、どれが一番いいですかね。例えばこれですかここ、事例が良くないでも。あ、じゃあ例えば、えー 台風の上をうまく、そのレーダーと、それからマイクロ波放射系の方もなんですけども、えっ、ー、と、取っていくと、そうすると、ま、自動的に、え、どんどん画像を、ウィキを、ウィキを、まあ、ま、ま、もともとその、だから台風の情報がここにあるよということに対して、ま、これを重ねていくんですけど、ある時にはこうやってカットして、どん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 出していく。これが、例えばそのエグザンプルで、 まあそうすると、例えば日本付近で、えっ、ー、と、地上からのレーダーが届かないような範囲で、例えばまあ、だから、西側もしくは南側の海上などで、えっ、ー、と、データ、衛星データによる観測があると、えっ、ー、と、このようにアップしていくと。そういう。今見せていただいているのは、あの、トリムのもの、ね、そうですね。これトリムです、ね。まあ、まだ今日6月30日ですので。あ、これアムサーツ。あの、あ、そういう意味では、はいね あのー、すべてのデータを動員して ERC ではやるという意味では、a m s e r 2のしずくですね。しずくでもやっていて、これ、私が聞いたんだけど、同じページっていうか、同じページから台風速報をやっていくと、これが a m s e r 2と TMI がここに出てくる。で、こちらが、まあ、PR がここに出てきて、で、こちら水蒸気画像になっているので、ここに、えー、DPR が入ってくるってことですよね。 ここに入ってくる ?DPR、こっちに GMI で、あのど、同時にうまくあるってことは多分あんまりないのか。<レ>ここ列が増えるというか。え <laughs> え。あ、そうか、そるか。だからこそノーデータになってるわけだね。 わかりました。ありがとうございます。はい。他にご質問ありますかはい。いいですかそれ、あ、それじゃあ、どうぞ。NVS の斉藤です。えー、GPM の,の DPR のデータが取得できると弱いうワイヤーまあ地球観、地球降水のモデル、 の精度向上に役に立つということですけれど、えっ、ー、と、現状使っている香水の、えぇ、ー、全球、まあ、研究マップ、全球の研究マップと、えっ、ー、と、その GPM が、えー、データを蓄積して、えー、実際に精度が、モデルが上がる、えー、時期というのは大体どのぐらいになるのかというのと、えっ、ー、と、そうですね、その研究者用の全球の 降水マップのことを何と言っているかというのをちょっと教えてください。研究の時間なのでちょっと難しいと,はと今思ったんですけど、少なくとも多分、まずデータの蓄積で最低限1年は、その弱い雨が、その地球上のどこに、上空ないしは中高緯度にどれぐらいあるかというようなことのデータが、えっと、最低1年で、ところが、その、えっ、ー、と、まあちょっと、 まあ、ちょっとネガティブになりますけども、DPR だけの、さっきのあの、弱い雨が観測できるのは DPR ですよね。だからそういう意味では DPR だけでかなりのものが言えるためには、本当は3年ぐらい欲しいんですけど、でもじゃあ、例えばそれは、その、他のセンサーでこのぐらい見えてたら、その周りにはあともう何パーセントぐらい弱い雨があるはずだっていうような類推を、まあじゃあ、例えばやったりするなどして、それでもデータとにかく1年は蓄積しなきゃいけなく。 で,で、それからやり出すと、まあ、やっぱり数年オーダーでかかるのではないかと思っています。それはやっぱりプロダクト1、2、3っていう感じで、経年を重ねていくと、精度向上していくものですかあ、それは明らかにそうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。他にご質問ありますかはい。それでは、えー 本日の GPM 主衛星の運用状況簡単取,取得画像に関する勉強会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。